それでは進むという字の楷書からいきますね。まず、45度に近い感じですね。縦を書いたら、これが先ですね。点の下から間隔を揃えて、これが上よりも長くなります。針如ですね。位置はだいたいこの辺りに点を書いたら、上の部分よりも下の方が、短くていいかな。ただお尻は上よりも出します。ここよりも出ないようにして、少し上に上がって下がって押さえるのが、この辺りかな。で、見ていきます。進むの行書に行きますね。軽く、ちょっと立ち気味ですね。右上がりに持っていったら、半分ぐらいまで押し戻して持ってきます。そしたら上の方に戻って、縦を書いた時にここよりも出ないです。で、間隔をだいたい揃えて止めたら、針如ですね。抜いてきて、お尻をかなり上よりも出して、上がって下がって、穂先を上にして丸く止めてください。